16歳、松島菊、世界ランク10位の五輪道メダリストを下す。卓球、WTT コンテンダーリオデジャネイロ2023。0、コメント0件、8月13日、日曜ビレ時ジ47分配信。写真、松島菊、木下アカデミー、提供、WTT。卓球、WTT コンテンダーリオデジャネイロ2023日程。 8月7日から8月13日場所、ブラジルリオデジャネイロ、写真、松島が下した東京五輪堂メダリスト12日、WTT コンテンダーリオデジャネイロは大会6日目を迎えた。男子シングルス準々決勝では、世界ランキング134位の松島菊木下アカデミーと、同10位のドミトリー・オフチャロフ、ドイツ、が対戦。オフチャロフは、ロンドン五輪。 東京五輪の男子シングルルスで銅メダルを獲得した実力者。実実績、実力ともに格上の相手に対して松島は序盤から積極的に両ハンドを振り抜く攻撃的な卓球でポイントを重ね11対8で第一ゲームを制する続く第二ゲームはサービスとブロックで流れをつかんだオフチャロフが制するも第三ゲームは再び松島がダッシュ。ゲームカウントを2対1として 勝利に王手をかける。第4ゲームも序盤は松島がリードを広げるも、3玉目攻撃を積極的に狙い始めたオフチャロフがペースをつかみ、11対4でオフチャロフがゲームをダッシュ。勝負は最終第5ゲームへも連れ込んだ。第5ゲームは、第4ゲームのいい流れを持ったオフチャロフが序盤から攻勢を強め、一気に5月2日までリードする。しかし、松島も丁寧なつなぎで粘って、 じわじわと点差を詰め、7月7日まで追いつく。そこから互いに点を取り合う形で9対9になると、松島がレシーブエースで10対9とする。最後は松島のチキータをフチャロフがネットにかけ、試合終了。ゲームカウント3対2の激戦を制した松島が、準決勝進出を決めた。男子シングルス準々決勝、0松島キク、木下アカデミー、3、 二度ミトリオフチャロフ、ドイツ、十一、六分の八十一分の十一マイナス四分の八十一分の十一マイナス九。9